マンフレッド、マンフレッド、誰かいるかい？いやあ、マンフレッド。どなたかね？スコットだ。スコット・シェルビー。覚えてるかな？スコット？スコット！ああ、もちろん。ああ、よく来てくれたね。どれくらい経つ？そう、10年ぶりかな、確か。ああ、年を取ると時間の感覚がなくなってな。時計は修理するが、時間は気にしないたちでね。で、君はどうしてる？まだ警察に？いや、警察は辞めた。今は私立探偵だ。こっちはローレン、友人だ。こんにちは。はじめまして、お嬢さん。それじゃあ、おもてなしでもせったな。いいものがある。待っててくれ。確かここいらにスコッチのボトルがあったと思ったんだが。スコット、頼まれてくれるか？午後にもう一度かけるよう言ってくれんかね。ああ、いいと思う。もしもし、マンフレッドの店ですが、今出られないので午後にかけ直してくれますか？どうも。では給油に乾杯。気に入ったかい？ええ、綺麗ね。それはストラデディ。18世紀、ベニスで作られたものだ。わしのお気に入りの一つだよ。さて、スカッタ。なんでまた久しぶりにこの店に寄ってきたのかね。ある封筒を見てほしい。あんたならタイプライターの種類がわかるんじゃないかと思ってね。おう、誰誰？すまんが、カウンターの後ろから虫眼鏡を取ってくれんかね。ああ、もちろん。目が遠くなってきてね。ありがとう。さて、それじゃあ封筒をよく見てみようかね。ロイヤルファイブだ。こいつは T と F が独特の形をしてるんだよ。1907年から1924年の間に製造された。ああ、間違いない。ロイヤルファイブだ。そのタイプライターは珍しいのか？いや、よくあるものだよ。ほとんど屋根裏や地下室なんかで埃をかぶっているだろうがな。修理できる店はたくさんあるのかい？わしが残ってたスペア部品の在庫を全て買い付けた。あれは64年だったかな。廃棄業者に持っていこうとしてたんで引き取ったんだよ。まだちゃんと動くロイヤルを持っている人がいれば、一度や二度はわしの店に来ているはずだな。客全員の記録を取ってあるのか？おお、もちろん。ちゃんと代金を払った客はな。よければ見せてもらえないか？構わんよ。
帳簿はずっとつけてる。おお、急いでなけりゃロイヤル5を買ったか修理した客全員のリストがあるぞ。それも見るか。ありがとう、とても助かるよ。うん、どういたしまして。ちょっと待ってくれ、すぐにリストを持ってかよ。犯人はここに来たのかしら。1920年代のタイプライターならマンフレッドに修理を頼んだ可能性はある。リストを見ればわかるだろう。マンフレッド。もしもし、通報確認しました。数分でパトカーがそちらに行きます。あなたのお名前をいただけますか。もしもし、なんてことだ。死んで、くそ。スコット、なんてこと。何してる。警察を呼ぶのよ。犯人はもう警察を呼んでいる。俺たちをおとりに使うつもりだ。今すぐここから逃げるぞ。どういうこと。私たち何もしてないじゃない。ただここにいただけよ。ショーン・マーズを見つけるにはもう時間がない。署で24時間も無駄に尋問を受けてる暇なんかないんだよ。じゃあどうするの。入り口を見張って、ここで触ったものすべてから指紋を拭き取る。急ぐぞ、すぐに警察が到着する。ローレン、どうした。誰か来たらまずいことになるぞ。マンフレッドの帳簿よ。殺された時ロイヤルの持ち主を探してたのね。放っておけ、逃げるのは先決だ。まだかかりそう。きっと警察がそこまで来てるわ。もう少しだ。よし、終わったぞ。全部拭き取った。できる限り拭いた。警察が嗅ぎつけることはまずないだろう。さあ行こう。君の家だ。これ以上は危険すぎる。いやよ、パートナーじゃなかったの。契約よ。
これはゲームじゃないんだ。マンフレッドは犯人を知っていたから殺された。すぐそばに犯人がいたんだぞ。もう二度と君をそんな危険にさらすわけにはいかない。子供じゃないのよ。するべきことは分かってる。犯人を捕まえるの。邪魔はさせないわ。ジョニーは死んだんだろう。俺、君が危険を犯したところで生き返りはしないんだぞ。車を止めて。なんだって？車を止めてってば。あの子に、あの子に会いたい。もう一度この腕で抱けるなら何でもするわ。